ははいいいいこんんにちは坂内ですすつもたたくさのの動画の中から見ていただきありがとうございます今日はですね、1台のスマホで2つの電話番号を登録して使うという話をしたいと思います。最近発売されているですねスマホはですね、デュアル SIM といってですね、2枚の SIM が入るタイプのものも出ています。今回ですね、すね、スマホに2つの電話番号を実際に登録してみます。 仕事とですね、プライベートとかですね、まあ、そのように使い分けたい方はですね、とても参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ではですね、早速本題に入りたいと思います。まずですね、そもそも SIM と言っているものが何かと言いますとこちらにですね、現物があるんですけども、このようにですね、非常に小さな板状のものです。これがですね、こちらのものスマホのですね、 シムトレイというもものがあるんですけどもその中に入っていますそのことによってですね、まあ、例えばこれがですねドコモさんの SIM、えー、であればドコモさんの通信ができたり、まあ、au さんとかですねソフトバンクさんとかですねそれぞれの SIM っていうのがありますこれ格安 SIM とかですねのものもですね SIM というものがありますそれでですねそれをですね、まあ、こちらのスマホに入れて使っているわけなんですけどもこの中にですね 今お見せした、えー、この SIM をですね2枚入れて使います2枚というのはですね例えば 1, 1枚はですね楽天さんの方の SIM それもう一つはですね例えばドコモさんのものとか私の場合ですね、えー、はマイネオさんをメインで使っていますのでマイネオさんのですね SIM をこちらに入れるというような形になります。 それでこのスマートフォンの種類によってですね、2枚 SIM を入れる、まあ、デュアル SIM にはですね、今、4種類あるんですねそれでそれぞれですね、できることが違いますのでまずそれを説明します。まずですね、DSSS というですね、ものがありますこれはですね、デュアル SIM シングルスタンバイと呼ばれているもので でできることとしてはですね、1台のスマートフォンに、まあ、2枚の SIM を入れるわけですけれどもどちらかの片方の SIM ですね例えば私の場合であればマイネオさんもしくは楽天さんですねどちらかの片方の、ね、SIM を有効にできますそしてですね有効にしている方の SIM だけでですね電話をするとかですね受けることができますそしてですね、まあ、できないことというのがですね そのですね2つの SIM の切り替えというのが手動でやらなくてはいけないんですね。ですから、例えばですね楽天さんの SIM の方を有効にしているとですねそちらの方での電話するとか受けるとかですねデータ通信はできるんですけどもその間はですねもう1つの方のマイネオさんであればマイネオさんの方のですね電話を受けるとかかけるとかですねそういうことができません。でですすから利用したい場合にはですねその都度 楽天さんとかですねマイ、まあ、ネオさんとかですねそういうふうに切り替えをですね手動でやってですね使うというタイプになりますそれでまあ有効になっているですね SIM の場合にはですね次にですね DSDS デ DS デュアルシムデュアアルルスタンバイというタイプがありますこれはですねまあ、2枚のですね SIM を入れておいてですね例えば電話がかかってきます その場合ですね、まあ、どちらの SIM のですね、電話番号でもですね、え受信ができますそしてですね、まあ、片方の SIM でえ、まあ、通信インターネット見たりですねえそういうことを行っていてもですねもう一つの方の SIM に基づいた電話番号で電話がかかってきた時にそれはですね、受けることができますえそしてできないことというのがですね 片方の SIM でかかってきた電話をですね受けている場合にはですねもう1つの方の SIM でのです、ね、通信というのができません要するにインターネットとかですねそれを見たりするということができないということですそれとですね2つの方の SIM の電話番号でですね同時に通話することができませんあとですね片方の SIM で通信を行っている場合にそちらはですね 4G で、通信ができるんですけども、もう一つの方のですね SIM というのはですね、3G の通信になります。これがですね、DSDS DS というですねタイプのスマホになります。次にですね、DSDV というですねタイプ、デュアル SIM、デュアルボルテというタイプがあるんですけども、こちらはですね、2枚の SIM。どちらの 電電話話番号でででですすす。ね、ね、かかってききた場合でもです、ね、電話を受けることができますそしてですね、まあ、片方の方の SIM で通信を行っている時にもう一つの方の SIM のですね、電話がかかってきた時に、まあ、電話を受けることができますそしてですね、まあ、2つの SIM で同時に通話するってことはできないんですけどもデータ通信ですねそれはですね、両方の SIM がですね 4G で使うことができますそれともう一つありました DSDA、DS デュアル SIM、デュアルアクティブというタイプになります。これはですね、2枚の SIM、どちらのですね、電話番号に電話がかかってきても受けていることができるんですけども、そしてですね、片方の SIM で通話をしながらですね、もう一つの方の SIM を使ってですね、通信を行うことができます。 そしてですね、まあ、2つの SIM で同時に通話するということはできないんですけども、えー、データ通信ですねそれはですね、両方の SIM がですね、4G で使うことができます。このようにですね、4つのタイプのスマートフォンがありまして私これからですね、それを設定しようとしているスマートフォンはです、ね、こちら OPPO の r i n o 3 a になるんですけども。 ではです、ね、アマゾンの z o n で調べましたら、まあ、そこのところ載っていましたそれでですね、タイプがですね、DSDV というものですではですね、設定の方をやってみたいと思いますこのタイプはですね、ここにですね、SIM が入っていますこの部分はですね、この SIM をです、ね、抜く道具で,ですね、押し込みますとですね、これがこういうふうに出ますでこちらをです、ね、外しまして今楽天さんのですね SIM がこちらの方に入っていますのでこちらにですねマイネオさんの方の SIM を入れますここですねマイクロ SD カードも入るんですけどもこのタイプはですねマイクロ SD カードを入れてしまうと SIM は2枚入れることができませんスマホによってはですねマイクロ SD を入れてもですねここに SIM を、ね、入れられるタイプもあります このスマホの場合にはです、ね、このようにここに1つ、そしてもう1枚、楽天さんとですね、マイネオさんの SIM が入ります。これをですね、戻します。そうしましたら、ここで,ですね、電源を入れます。それでですね、ここでですね、こんな感じで出てきました。SIM カードが変更されました。SIM カード1と2ですね、デフォルトのカード設定、ダイヤル常に確認するデータ SIM という風に出ています。 でここでですね、まず設定を修正するに行ってみます。今ですね、リアルシム1と2というふうに出ています。リアルシム1はですね、楽天さんでも使っているタイプなので、リアルシム2をですね、今度新しく入れましたので、こちらの方の設定をします。ではですね、前の屋さんのもの取説に従ってですね、設定をしてみたいと思います。まずですね、Wi-Fi、今つながっていますので、Wi-Fi を切ります。 あと、Bluetooth ですね。もうオフにします。こちらになります。そしてですね、ここの方のですね、SIM、SIM2 になるんですけども、ここのですね、アクセスポイント名をタップします。そうしますと、今、これ、楽天さんになっていますので、これを変えなくてはいけないので、でここでですね、アクセスポイントを追加します。これ、プラスを押しましてですね、 マイネオさんの方のですね、取リに従って、ここの名前を入れていきます。これでですね、一通りですね、トリに基づいて入力しましたので、これで保存。そして、ここにですね、マイネオが入りましたので、ここにチェックをします。それでですね、ここで、今、2つの SIM が入っているわけですけども、名前をですね、これを変えた方が分かりやすいと思うので、名前を変えておきます。こちらですね、この SIM1 というのがありますので、これをですね、 楽天モバイルとしておきますで。こちら楽天モバイルとなりました。それこちらの方も書いておきます。この後ですね、ここで一度再起動をかけます。それで今、設定が終わりまして、2つの電話でですね、電話を今してみたいと思います。こちらがですね、マイネオさんの方の電話です。こんな感じですね、電話が来ます。 もう1つの方のこんな楽天さんの,方の電話でですね、電話をしてみますはい、こんな感じで,ですね、楽天さんの,方の電話もですね、こちらのスマホでですね、受けることができますあとですね、2枚の SIM を入れることによってですね、この上ですね、こちらの方のこちらの上のところなんですけどもここにですね、アンテナのマークですね、2本これが立っていて両方のですね、電波の状態がわかるようになりました それとですね私の場合はですね、マイネオさんのアプリをですね入れておかないと通信の状態とかですね、分かりませんので、こちらをですね、ダウンロードしておきました。今ですね、通信の状態というのはですね、こちらの設定からですね、モバイルデータですね、はですね、楽天モバイルを使うという形になります。ここでですね、マイネオさんのを使うのであればですね、こちらで切り替えができます。 はいといととうことでですね、まあ、今回はですね、iPhone の方にマイネオが入っていまして、まあ、そちらの SIM を外してですね、えー、OPPO の方に入れてみたんですけども、仕事とかですね、プライベートで、まあ、1台のスマホ、まあ、なかなかですね、2台のスマホを持っているというのはですね、ちょっとやっぱり大変なんですね。ですから特にね、仕事をしている方仕事のですね、電話番号とプライベートの電話番号 えー、お二台使っている方はですね、1台のスマホにですね、SIM を2枚入れてですね、まあ、使うっていうこともいいんじゃないでしょうか。ということで、このチャンネルではですね、スマホの情報とかですね、えー、皆様のですね役に立つ情報をですね、いろいろ発信しています。ぜひですね、チャンネル登録、そしてですね、こちらの,のいいねボタンもですね、よろしくお願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼します。さようなら。